いや、俺もう今世紀最大の酒豪だからさ、もう行きたいのよ。え、そうなんだ。うん。じゃあ俺ちょっとカシオレ行こうかな。カシオレかい。入り口のあの手の消毒のアルコールも行きたかったんじゃない本当は。あれ、飲みたかったですね。やっぱそうなんだ。音の方を見るんですが、なんと、お坊ちゃマークさんが、フードの男に飛び膝蹴りをかまされています。怖っ。ローガ、風剣をご披露するしかないな。ちょっとふざけてる場合じゃないから。ふぜこの野郎、うらえ。なんと1ラウンド中に2回行動ができるので、そのままキララさんに対しても蹴りを放ちます。パパチじゃん、パパチじゃん。いや、マークさんはまず一番最初に気がつきます。なんとキララさんの姿がビーゲルになっています。皆さんも相互に話しかけたので、皆さんの姿が分かっていいのですが、皆さん尊敬する武道家の姿になってますね、それぞれ。